クレナチャンネル。どうも皆さんこんにちは、クレナチャンネルです。今回は一番くじ引いた後、その糸ヨーカ堂でえげついくらいわけのわからんゲーセンを見つけたので、そこで遊んでみたという動画になっております。ぜひご覧ください。なんかえげつくフライ怪盗の筐体とかある。ゲーセンありました。めちゃくちゃ古い景品がある。え、このハンコック珍しくない？かなり古い筐体がいっぱいありますね。謎設定の前日のキーボスだったり、昔のミルコだったり、ブラメンドルフィン、まあ、新しい景品も入ってるっちゃ入ってますね。だけどまあ全体的に古いし、なぜかカブトムシ、虫キング、カブトムシのあれがある、煉獄のあれがあったり、なんかネスコの古いキューポスの B カラーあります。何ここ、なんかほい煉獄のバイブレーションスターズあります。いい、スペシャルなやつ。エヴァのなんかプレミアムフィギュアあります。まあ、もうこれとかめちゃくちゃ、これ筐体イカれたドラえもん、いろいろある。どれやろうかな、試しに一回やってみたいと思います。チャンネル登録よろしくね。それではまず最初にこちらの台をやってみました。まあ煉獄さん一番欲しいっていうのもあったんで、これにしてみました。設定も面白そうですしね。 UFO8 に入ってた筐体で、見るからにそこそこパワーはあります。爪の角度もいいんで、手前に引っ張っていってって感じになりますね。で、謎になんかピンク色のあそこに滑り止めバーだけあるっていう。で、早速落ちましたので、で、ここ、これ、後ろ狙ってこれ立ったらもう終わってたんですよ。で、気づいたんで、とりあえず手前を振ってって、1個目の橋を抜けたいと。うん。あんな感じでハマるんでしょうね。ミスです。うん。で、その後、しっかり爪が入ってくれないと、やっぱり、手前出てこないので、しっかりと狙った上で、うん。抜けましたね。今みたいな感じで少しずつ引っ張っていくのが正解かなと思います。まあ煉獄のバイブレーションスターズは持ってなかったんで欲しいかなと思ってちょっとやってます。で、1個抜けましたね。これで手前に来たんで、多分後ろが外れちゃえば、あとは手前に滑らすだけで終わるので、うん、もうここまで来たら勝ちでしょう。それで最後は丁寧に両アーム入れてチャブをすれば、で、これ3番ボタンもついてたんで、うまく入れて、手前にゲットです。うん。しっかりゲットできましたね。なかなか面白い設定で、煉獄取れたんでよかったですね。次、こちらの台やっていきます。これよくうちの地元でもあるんですけど、これよくありますよね。このなんか、4つ分けのこのやつ。4つ分けのこのやつありますよね、めっちゃ。そこにキーボス入ってたんで、で、全部やっぱ鬼滅？時代止まってますよね。今ブーム鬼滅じゃないって。まあ鬼滅おもろいからなんですけど、多分。まあどこだか言いませんが、ここのイトーヨーカ堂は鬼滅ブームって時代止まってます。もしかすると。うん。で、この設定なかなかむずくて、で、手前の隙間にアーム入れつつ、どんどん手前に持っていけたら下重心なんで、手前出ちゃえば結構いけるかなと思って、今入れたんですけど、右アームうまく働かなくて、左アームだけでも横になりすぎちゃって。で、ああ、もうこれも、ギリ、最後、もうちょっとこれ右寄せでもよかったかなと思ったんですけど、これでまさかの下重心だから立っちゃうっていう。で、ついてもきつい。
で、差し狙えるかなと思って、それも狙いつつなんですが、ちょっときつい。で、これも左アームの方が入りやすいかなと思ったけど、ちょっときついので、左アームがこの下に入ってくれないかなって狙ったんですが、どうだ、きつい。きつい。これは終わってる、積んでる。撤退です。次にバウンド設定やってみます。バウンド設定。ローが入ってたんで、ローちょっと狙ってみようかなと思って。で、片アームで倒して、で、これ見てください、これ。バウンド設定のこのアーム。この輪ゴム。輪ゴム時刻。輪ゴム時刻。これが輪ゴム時刻。これ倒れちゃいました。でもこれで、右アームだけ働かせていけるかなと思ったんですけど、これまさかのミスでこれもしっかり持っちゃうと。これしっかり持っちゃう。やらかしい、これ。これやらかし。うわ、やってるけど、いい感じに、横で持ってるから、これいけるからな。めっちゃ後ろ行く。めっちゃ後ろ行く。これいけんの？無理やん。これ無理やんか。これ全然無理やん。これ無理やん。無理やん。次のスケいきます。開かん。全く開かん。こんな開き幅あります？こんなえげつい開き幅あります？まあ、これでパワー強かったらまだ、このぐらいアウトラインギリギリ狙えばいけるかなと思ったんですが、これ見てください。これ、これですよ、鬼設定。これ田舎の鬼設定です。これ次、謎のこの、なんかね、謎筐体なんです。これ見てください、これ。これぜひ見てほしいっす。これぜひ見てほしい。これ、何？これ何？これ、アーム、これ何？これ、ハンコック狙ってるんですけど、これ一発目で倒れるっていう、これ。どんだけ重いの、これ。で、しかもこれ、ブランブラン揺れて、で、なんかタイム制限、60秒以内なんかいろいろ動かせて、おそらくこの鉄の謎の金具に引っ掛けろってことなんですけど、これ引っ掛けるとこさ、全然上上がってないから、これ見て、せっかくかかって上引き上げようと思ったら、これ、ベロン。上がるか、これ。これ、いけんちゃう、これ。これ、編集してる時思ったんですけど、逆から入れたらワンチャンあるかなって思ったら、これ無理やん。やっぱこういうね、秘境の地にあるゲーセンっていうのは貴重ですから、とても楽しかったです。